1724年に大阪で発生した火災。本校で述べる。1724年に名古屋で発生した火災。1727年に高知で発生した火災。1730年に京都で発生した火災。西陣焼けとも呼ばれる。強法の大火は1724年3月21日に大阪で発生した大規模な火災。 火元の金や自兵の祖母の中から、病地焼けとも呼ばれる。当時の大阪市外の3分の2、実に1万1765件の家屋を焼き尽くし、293人の死者を出した。大阪夏の時に大阪大空襲を除けば、大阪市場最大の規模の火災と言える。後の王子を焼け、文久の大火とともに、三度の大火と呼ばれて、大阪の人々に長く語り継がれた。 明治末の北の大化の際には、これらの大化を思い起こした人が多かったと言われる。1724年3月21日の馬の時、立花の通り三丁目の金谷寺兵の祖母明治二宅より出火した。折から吹き募る南西の風に煽られ、船場一帯に炎焼して、座間神社、本願寺津村別院を焼いた後に、下流は北に向かい、淀屋橋を焼き落として、中野島。 道島、曽根崎一帯が、怪人に返した。さらに東に炎焼した炎は、天満一帯に広がり、天満宮や、在所の同心屋敷や町屋を焼き払い、北は長江にまで及んだ。夜になって強まった西風に乗った炎は、上町大地を駆け上がり、東西の奉行所を焼いて、大阪城の声援に達したが、外堀に遮られて、大阪城は、類昇を免れた。 翌22日になっても火星は衰えず、夜明けとともに北東に変わった風に乗って、島の内に延焼した。道頓堀川を越えて、千日前に及んだ。その日の夕刻、南波新地付近で、ようやく沈下した。大阪市外南西部で発した日は、順次変わる風に乗って時計回りに燃え進み、南は道頓堀、北は梅田から長江、東は上町、西は、 木津川に及ぶ地域が海人に返した。その中にあって、震災橋筋のみは奇跡的に無傷だった。抗議、大名屋敷が多数消失、町数407、消失家屋1万1765件、戸数6万29 292、倉屋敷32、自社44が離災した。死者293人。4月、江戸幕府は米一万国を放出し、 理災者の救済に当たった。大阪の文書記録に大損害を与えたとされる。大阪市市の返纂に従事した、高田主義ともによれば、この時の災火のため、大阪には、共法9年以前の古文書が全く見当たらないという。ABCDEFGHIJKL、日本史小百科22災害ピアニッシュも、241から 242ABCD、古地図が語る。 大災害ピアニッシモ、134から136、1863年11月21日、高梨工二、南北堀江氏を読む、読書雑記、和ズ書店、1931年、51、52ページ、ありがとうございます。